今回は1日20時間働いてもう限界だという限界社畜のイッチの話を紹介するよ。限界社畜は1日20時間働いてもう無理。昨日なんて家に帰ってないんだが、終電なんかとっくに泊まってんのに残業が終わらなくてさ。おかげで会社近くのネカフェに泊まってまた朝から出勤や。1日20時間、睡眠時間4時間ってま。でもワイはゲームしてる時はそれくらいしか寝てないで。ゲームじゃなくて仕事だぞ。残業代は出るんか？出ないならこんなクソ会社とっくに辞めてるって。残業代が出るにしても十分クソ会社だと思うわ。それでも辞めないってことはイッチが無能で別の会社に転職できんからだろ。忙しすぎて転職活動も無理なんだよな。面接の予定が入っててもどうせすっぽかすことになるわ。ブラック企業ってそれだから転職もきついんだよな。そこは体調不良とかなんとでも言えるだろ。面接すら行けないってのは甘え。まあかわいそうではあるけどな。同じく限界社畜は従えて安心する。ここまで残業が長いと眠くて帰って次の日のパフォーマンスが落ちるよな。今、昼休みなんだけど仮眠しようとしたのに眠くて寝れん？眠くて寝れんってなんだよ。月の残業が多すぎると最近は注意されるんじゃないのか？こういう日がずっと続いてさ、急に残業しすぎだって怒られて月の最後だけ急に定時上がりになったりする。バランスが悪いんだよ、バランスが。それなら最初から1日3時間残業とかでええやろ。急に大量に働かされて、限界超えたから残業するなって言われて、帰ったら仕事が進んでないって怒られる。マジでブラックだよ。最近、ブラックじゃないのにブラックだって主張するやつが多いけど、イッチの会社はガチだな。なんで転職しないのかがわからん。残業代出てるんなら結構もらってるんじゃないのか？いくらもらっても使う機会がないからな。終電までに帰れてもやることなんてないし、なんていうか無気力だよ。それ疲れすぎてうつ発症してないか？うつだな、診断受けてこいよ。うつなんか？診断だけ受けてみてもいいかもな。それだけ働いて手取りどれくらい？残業代込みで手取り40から42くらい。なおボーナスも手取り40くらい。しかも年に1回の時もあったぜ。額面じゃなくて手取り？結構良い金額もらってんじゃん。でも20時間働いてそれだぞ。むしろ少ないだろ。土日祝は休めるんか？最初から祝日は休みじゃない。土日休みだけど大抵土曜は会社にいる。何歳か知らないけど体を壊さないようにしろよな。平日20時間で土曜も出勤だといつ休むんだよ。通勤は電車？じゃあその中で寝れるな。電車だよ。もう会社の近くに引っ越せば。本気で考えたことがあるけど都心だからかなり高いんだよな。それに会社に近かったら余計に遅くまで残れって言われそうな気がする。確かに職場に近いと終電もなくなってインフィニティ。家を近くするのはやめた方が良さそうだな。イッチ、転職する気は？忙しいし疲れてるし、さっきも書いたが面接に行く時間も余裕もない。給料上がって残業減るなら転職したい。今と同じ職種ならあるんじゃね？でも今の職種が激務な職なら他に行っても変わらん気がする。従業員の人数は？重症か？重症で120人くらい。はい？もっと人数が少ないと思ったわ。100人いてもそんななんだな。今、金欠だからワイは残業できる会社が羨ましい。うちの会社、発注出し残業もないんだよな。そういえば感染症が流行り始めてからうちの会社も残業がなくなったわ。ちょうど良いくらいだったのにな。ワイの会社は感染症なんて関係なしやで、まあさすがに感染したら休めるっぽいが。よかったな、休める方法が見つかったじゃん。わろた、確かに感染したら10日くらいは休めるかもな。もうワクチン打ったから多分無理や。会社にすぐに打つように言われてさ。打っても感染するときは感染するだろ。疲れてるし免疫落ちてるんじゃん。ちょっと渋谷とか歩いてこいよ。渋谷が感染の中心みたいなこと言うなよ。実際に、あそこに行けば感染できそうだけどな。リモート勤務は高みの見物。リモートの会社は羨ましいな。ワイは今、金より睡眠が欲しいんを。相当病んでるな。イッチがかわいそす。ワイも社畜やけどイッチほどじゃないわ。やめないイッチも悪い。それ、やめる気にもならないんだよ。ワイが変なのか？すっかり飼いならされやがって。転職しない限り今の状況が続くんだぞ。無理だなんだ言って、なんだかんだ来年も同じ会社にいそうだな。まあイッチみたいな社畜がいるから日本の経済が回ってんだよな。そんなに経済が大事か？ああ、もう休みが終わりかよ。今日は何時に帰れるかな。昨日シャワー浴びれてないし、今日はさすがに帰りたい。丸むなよ。転職した方がいい気がするな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y 社畜、ついに50連勤に突入する。入社時は月6休と聞いていたのにまさか年6休とはたまげたな。周りのことに無関心になってきたんごねえ。ちゃんと眠れてる？一応毎日4時間は眠れてるで。あかん。人間って意外と頑丈なんやなって。うつまったなし。
意外とならんもんやな。あれなる人って相当追い詰められとるんやな。仕事は嫌じゃないんか？好きじゃない仕事やと詰まったなしなイメージなんやが。仕事は好きやで。自分の作った料理をお客さんに褒められると死ぬほど嬉しいわ。上司、こいつはまだまだ働けそうだな。就業時間増やしても問題ないか。錬金とか言って恩恵やれる暇あるなら大したことねえじゃん。せやな、出勤前唯一の娯楽や。出勤がしっかり見えたわい。なぜ辞めようと思わないのか。辞めさせてもらえないんを。同期に駆け込め。死ぬぞ。ちなみ15歳、手取り15万、貯金なし。手取り 15? せやで、高級取りやろ。求人に書かれてた額が入ってみたら違ったってやつ？まあうちは特別安いけど飲食料なんてこんなもんや。退職ボーナスのために証拠集めておけよ。飲食に退職ボーナスなんてないぞ。正直この社畜体制あれば大抵のとこでやっていけそう。ワイなら初日で辞めるわ。大卒なら笑う。大卒でわざわざ飲食やるやついるか？お前は会社に尽くしてるつもりかもしれんが会社から見たらただ今回の奴隷はよく保つなーぐらいにしか思ってないぞ。とっとと辞めろ。頭ではわかってるんですがね。一日のスケジュール、7時起床、準備、8時出勤、ランチ営業準備、11時半、ランチ営業開始、15時、まかない休憩、15時15分、ディナー営業準備、17時、ディナー営業開始、24時、ディナー終了、後片付け、25時30分、退社、26時に帰宅、シャワー、晩飯、27時に就寝。かわいそう。一致が辞めても別の奴隷が出てくるのよ。辞めても問題ないの。ほんこれ。空白期間期になるかもしれんけど、そのスケジュールで働きながら仕事探すの無理やろ。辞めるの優先した方がいい。一応仕事終わりに求人サイトは見とるけど、現実問題今の職場辞めるのが最難関クエストや。年収は200もないです。ボーナスもないです。へ、マジで今すぐ辞めるべきや。無職の方が人間らしい生活できるで。辞めたいん。おおおお。そのうち心壊れて次は体に影響で出すからな。一生残る後遺症がつくの嫌ならマジで辞めろ。次は技術職目指せ。手に職つけるの目標にすると仕事面白いし。今も技術職なんですが、それは25なんやから辞めても何にでもなれる。バックレても大丈夫やで。多分バックレはしないと決めとるんや。逃げ足無責任やからな。お前みたいな真面目なやつが損をする時代なんや。もう証拠できるだけ集めて文字通り老期に行ったらええやろ。それで辞められるやろ。あとは適当なもっとホワイトな外職なとこに経験者として転職するだけや。これで給料良いならまだ好きにしたら。やけど手取り15万とか奴隷やんけ。ブラック企業つらいわ。社畜つらいわ。ワイより働いてるやつおらんやろ。ワイすごいやろ。ひねくれたものの考えやな。これほんまアホや。正直転職前は若干そんな感じもあったが、転職前は月稼働平均360時間で手取り20。転職後は月稼働平均180時間で手取り32。って現実体感したらやっぱブラック企業ってゴミやな。って。さてさすがにもう仕事行くんを。とりあえず今度後輩たちと話し合って場合によっては上に掛け合ってみるわ。みんな産休やで。なお来シフト見る限り75連勤までは確定の模様。頑張。日本って労働に関しては本当に民度低いな。4時間睡眠の社畜多すぎない？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y 社畜、すべてが嫌になり逆方向の電車へ。今前橋駅や。会社の電話は家に置いてきた。帰りたくない。綺麗な川と山やね。川は利根川らしいが山の情報知ってるやつおるか？もうここに住みたい。山の手線で逆回転してそう。高崎線やで。オッスンマジンか？一応埼玉や。ゆっくり群馬観光してってや。羊毛線乗ればもっと自然豊かなとこ行けるで。羊毛線とは羊毛の国と下毛の国を結んでるんだ。これ豆な。やっぱりおすすめは下毛かな。オープンチャット入るか？むしゃくしゃしてるときオープンチャット嵐回って永久版されたっぽいから入れんわ。ただのカスやんけ。仕事なんてやめようや。人生楽しんだもんの勝ちや。ワイもやめるときはそうだった。温泉でも入ってこい。ある日、会社行く駅についても降りずにそのまま遠く行ったなぁ。ワイは一日ずっと謎の山の中で寝てた時あったわ。夜になっても寒かったけど寝てた。連絡だけはしろ。親に連絡行くぞ。せっかくだから全て忘れて草津温泉あたり行ってみることにするで。3月。こんな寒い日は逆に会社行けよ。真面目になりすぎるよりたまにはそんくらいしてもええやろ。ゆっくりしといて。のんびり行こうや。人生休みも必要や。数年に一回はやるよね。駅の階段に座り込んで弁当食ってそう。高崎線は地丸多いよね。そういうことか。電話かかってきてるか？会社用は家に置いてきたからわからん。みんなあったかいな。吹っ切れてきたわ。50年間も働かなあかんって普通に考えておかしいやろ。
働かなくていいなら何もかも捨てられる気分になるわ。意外と大丈夫なんだよね。連絡だけはしとけ。その後温泉にでも行くんや。ただ連絡はどっかでせんと事故とか気にするでな。ちなみに Y は半年に1回くらい音信不通してたらバカンス的な感じでキャラ含めほぼ認められたわ。一致も何度もやればそうなるで。日本語で呆れられたって言うんですそれ。まあやめたらいいやん。連絡した方がええんか。今更なんて言い訳すればいいんや。冷静になったら負けよ。一方 Y はテレワで朝から怒られる。このウサギ小屋は牢獄や。会社上司への連絡は変な言い訳するよりシンプルに嫌になったと言えばいい。今はパワハラ問題とかうるさいから会社はちょっと休めとか言ってくれるはずだ。わい甘いかな？ええんやないの？だんだんと泣き真似し始めるとマジで怒る気なくなるからおすすめ。正直に行くのが嫌になったって言えばええやん。会社の書類持ったままバックれたやつおったわ。箱根にいると発覚した。まあとりあえず電車降りてから会社に電話することにするわ。わいも疲れたわ。打ち合わせの日程も間違えてたし。もう帰る。伊香保温泉で階段全部登ると頭すっきりするやで。とりあえず適当に謝って体調不良で有給でええやん。無難に済ますなら体調不良やな。明日からどうすんねや。電話しようと思ってるんやが怖くて未だにできんわ。一応もう一枚あげとくが今日は晴れてるで。いつまで前橋駅おんねん。埼玉住みならメンタルじゃなくてフィジカルで診断書もらう方法教えてやろうか。休職できるで。そこまで追い詰められるってどんな状況で働いてたの？意味わからん。まだ勤め続けたいなら言い訳は寝坊でええんちゃうか。とりあえず駅から出ろ。これさっき撮ったやつで今は電車や。今前橋駅向かってるからな、待ってろ。かわいそう。急に出社したくなくなるのあるあるだよな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。残業月40時間超えてる社畜たち集合。人生楽しいか？去年3ヶ月連続で超えてたけどマジでメンタルやったわ。早く帰っても何時しかすることないんを。これさすがに残業月50以下できついは軟弱すぎる。残業40時間くらいなら生活のために苦にならないわ。残業 40? その程度は慣れたら余裕。月80時間で廃人になった。しょぼくて草。Y は無事うつの診断されたでぇ。毎月20くらいやけど死にたいわ。Y 残業0時間や。ないものねだりかもしれんけど残業して金稼ぎたいわ。残業したいって言ってるやつはやっぱマジでヤバいと金払ってでも退社したいから。君こそ視野が狭いな。残業代稼ぐためにスマホポチポチして時間潰してるとこもあるんやで。朝の5時までスマホいじれるかよ。ぬるい残業もあるって話なのに朝5時までとか極端なこと言い出してくさ。働いてみてから言おうね。お前こそ少しはまともなとこに転職してから残業トークに参加してくれ。お前ら毎月残業代いくらくらい？10万くらい。そんなもらってんのかよ。手取り40くらいか。学年38の30弱。いい時やと15万くらいや。生活レベルというか懐具合は全然変わるわ。毎月100時間くらい野外外と余裕やぞ。過労死ラインの80はマジでメンタルに来るからよくできてるわ。残業してるやつって本当に時間内にさばききれない量の仕事持ってるパターンとダラダラ仕事してるだけのパターンどっちが多いん？半々やな。後者。ちなわい。仕事は終えて遊んでる人もおるで。新卒屋が毎月100時間残業してて100時間まではつけていいから手取りで月52万くらいもらえるわ。さ、すげえ会社。働くために生きてるやん。お金使う時間もないやろ。30超えたあたりから急激に性格悪くなる気がする。1日でスマホ電話100件、外線50件、メール100件、ファックス50件、昼飯も食えず7時から22時まで業務が当たり前。飯食ってる暇もなさそうだな。ワイクソ無能。毎日メール更新ポチポチして仕事してるふり。無能なのは会社やで。問題は時間じゃなくてやりがいや。これはガチ。あとは強度と休憩。ここさえしっかりしてれば寝るまで動ける。まあそうやな。会社側がやりがいを待遇の良さとして勝手に加味するのはクソやが。なんで昭和のリーマンって頑張れたの？サボってたの？ちゃんとお金でペイしてくれたから。スマホ PC がまだ普及してなくてどちらかというと単純作業で疲れないから。会社が上向きで頑張れば頑張っただけ出世できるから。社畜で40時間は少ない気がする。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。新卒社畜の奴ら、集合。吐きそうや。懲役40年や。明日から甘えは一切通用しないぞ。ここ氷河期いただけど。まだ入社式やってないとかホワイトやん。Y6 年目も同じや。未だに新卒レベルなんで大丈夫。すでに土曜日出勤やぞ。はぁ、憂鬱やねほんま。頼むから街中で集団で固まるなよ。毎年毎年邪魔なんや。マジで震えてるわ。とりあえず今 QB ハウスで伸びきった髪を切っとる。菓子折り買いすぎてスーツケースで行くわ。明日から新社会人が嫌とか言うより実感湧かない。新卒から4年くらいマジで辛かった。
何度家帰ってから泣いたかわからん。無能愛でもなんとかやってるから平気や。いつまで学生気分なんだ。甘えるな。新卒すれ伸びなくなったな。一昔はこの時期だと阿鼻叫喚で息をやったイメージやけど。菓子折り準備したか。ワイは個包装のクッキー詰め合わせみたいの持ってくわ。なぜニートがニートなのかを身をもって知れ。働いたら負けだと悟れ。震えて眠れ。昼ご飯って一人で食べても浮かんのかな。同期とかどうするんやろ。弱音を吐くな。甘えるな。朝っぱらから集団でいたら蹴散らすから覚悟しろ。会社は戦場やぞ。戦う顔は必須やぞ。並列に並んで練り歩いてたら後ろから蹴飛ばされるぜ。新卒の奴ら安心していいで。仕事は30過ぎてもしんどい。いつまでもしんどいんや。懲役50年頑張ってな。マジでこれ。目が丸ぬ時が常。あと45年、日曜の午後が毎週憂鬱になるぞ。多分今日はあんまり眠れんわ。明日は朝からおえつしまくる。まあ一週間は仕事らしい仕事なんかないし余裕やろ。まあでもできるだけ気を使わずに行くわ。これから何年も働くのに気合い入れる必要ない。30分前に会社に来て掃除は常識やぞ。女は結婚っていう逃げ道あるけど男は丸沼で働くからな。もう大学生卒業時点でお前らの人生は終わってます。Y の職場、昨日が初出勤してきたんやが早くもブラックな香りする。新卒から見て30歳っておっさんに感じるか。可愛い新人いたらつばつけときたいんだが。おっさんやろ。余裕でおっさん。本気で言っとる。でもまあ偉い年離れた上司と不倫してる女性社員とか僕たまにおるしな。集団で朝のコンビニに行くやつら。10年目社会人の Y やけど毎年新卒で入ってきた女が何ヶ月でリクルートスーツ着るのやめるか同僚とかけてるわ。飲み会するから夜は予定開けとけよ。これが怖い。ほんと行きたくないんごう。お前が40年も我慢できないやろ。Y4生まれの新大学生や。明日からくっそ楽しみや。マスクもせんでええようになるしね。おめやで。ちな毎日飲み会な。しばらく研修やろ。研修中に切って調子こいてるやつとか目つけられるからな気をつけろよ。目立たないようにするにはどうしたらええねん。黙ってるとそれはそれでまずいやん。飲み会に行かないやつは出世できないからな。都心なのにフレックス導入してない会社ってどう？ちな8時半しよう。割とガチで飲み会復活しとるからかわいそうや。わい、陸数女大好き満感期。そうか、明日から新年度か。自分は派遣だからいつも通りやな。来年から給料から住民税も引かれて金減るからな。給料も上がらないし、税金社会保険料は上がり続けるから覚悟しろよ。働いても豊かにならねえからな。それも会社も人手不足でくさ。Y の初任給21万なんやがガチで終わってるやろこれ。もろもろ引かれて手取り16万くらいか。これが二融資分の末路か。それはガチで終わってるな。4年間でバイト10回以上飛んでるけど怖い。Y よりいい時計してたらいびったろ。香水じゃないけどなんかそういう類のものってした方がええんか。どんなに最低でも1年は続けろ。2年目はやめてもええで。なんでや？飲み会復活してるってマジなん？かわいそう。飲み会ってやっぱり女性が飲み物頼んだりサラダ分けたりせんなんの？大学の飲み会でも女性が分けてなかったか？取り分ける人、取り分けない人、似てる人は似てるんを。富山弁？なんや30の Y は震災ちゃんと仲良くやっても気丸がられるだけなんか。下心が透けて見えるだろうから気丸がられるよ。必要以上に話しかけない方がいいだろうね。ガチで決まるくてくさ。飲み会は4月から復活やで。役員連中はウキウキや。もうすでに3日間のマナー研修みたいなのあったんやがブラック確定なん。いいか新人、お前らは会社に必要とされてるんじゃない。職場に必要とされてるんだ。職場の先輩たちは常に自分のポジションの安泰しか考えてない。それを脅かす存在なのがお前らだ。それを忘れるな。会社より先輩、優先するべきは先輩への媚びへつらい。これを忘れるな。飲み会の作法とか知らないからやばい。先輩の酒継ぐとかやらんとあかんのか。マジな話、働いてて一番辛い時期って1年目の夏くらいまでやで。そこまで耐えられたらあとは慣れよ。一生に一度の新卒カード使ったんやから、せめて1年は続けてほしいわな。ワインとここ年4人しか新人来ないわ。全員男だしつまらん。菓子折りのラスクは朝一で配るんでええんか？昼休み。朝はバタバタしとるから昼休みか定時後やな。おやつの時間に合わせた15時がベスト。最近は第2新卒カードもあるからブラックやと思ったらさっさとやめとけ。サマルエさん症候群って知ってるか？こちら側へようこそ。まだサマルエさんなんかテレビでわざわざ見てるやつおるんか。Y 実質1年目の3年、震える。飲み会参加しないとかありえないやろ。ただの学生の飲み会ちゃうんやで。マジで社会人って人生の終わりだからな。大学が最後の楽園だよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。